ではあれですかね、はい、本編の方参まいりましょうかね、そういえば福岡,福岡の県庁所在地って博多と思ってる人、結構いるみたいですね、うん、ちょっと待ってください、その博多ってどういう意味ですかいや、福岡の県庁所在地が博多、うん、県庁所在地ってなんとか市でしょ、普通に、はいはい、それで福岡の県庁所在地は福岡なんですけれども、博多市があると思ってるってことですね、あ<ー>つまり博多駅があるということで、福岡駅じゃなくて博多駅なんですよ、まあそういう誤解も。いや新幹線が通る駅でその 県庁所在地を通るのに、その県庁所在地の名前になってない駅って、ちょっと珍しいでしょ、あー、なるほど、なるほど、もうちょっと進むと、熊本駅とか鹿児島中央駅があるんですけれども、福岡駅とか福岡中央駅じゃなくて、博多駅、そうですのほかは全部新山口とか広島とか岡山とか、新神戸とか京都、ああ、新大阪、京都って全部ね。 所在地通るとは名古屋とかあるんですけど、福岡だけは博多にこだわっているんですね、福岡市博多区の博多。そうですね、岸田神社もちなみに、博多総鎮守って書いてあるんですよそうですね、あれはね、もちろん他の神社との兼ね合いで、お前とか総鎮守だったら、じゃあうちどこ守ってんねんって言われるところもあるんですけど、もそんなことでしたら、日本総鎮守とか神社もありますからね、あと北陸総鎮守とかね、いろいろあるんですよ。そう まあでも勝手にそう賛助してくれるのは全然いいんじゃないですか。はい、神様が守ってくださってる。勝手でまあちょっ失礼な言い方ですけど、ええわかりました。はい。じゃ本編の方参りましょうか。はい。はい。で本日ははいテーマがはい、えー、マリアナ沖の海戦と、はい、マリファナちゃいますよマリアナね。はい、はい。いいことでございます。はい。タイトルはここにお示しした通りでございます。はい。はい あのマリアナ沖海戦って、うん、まあこれも、ね、あのご覧の方は、ね、名前くらいは、ね、なんか聞いたことあるなという人も多いと思うんですけれども、うんうん、浅野さんにとってはマリアナ沖海戦ってどういうイメージがありますかマリアナ沖海戦のイメージですか、はい、マリアナ沖海戦のイメージって、あれじゃないですか、やっぱりあのターキーシューティングっていうやつですか、えーまあ、マリアナの七面鳥一と言われるね、れねそういうふうに、まあ、揶揄される、日本軍がちょっと小馬かにされることが、えーね、圧倒的に負けたというイメージが強いですよね。はいえー まあ、どういうふうに負けたかなんで負けたかみたいな話もこれからやっていきたいわけですけれどもあとはですねこのシリーズをやるにあたってということでもある、うん、まあ前回言ったこととも重なるんですが。うんその まあ、マリアナ海戦もそうだし、はい、前回の3号海戦の場合によってはね、その後世の歴史学者、うん、あるいは社会学者、はたまたあの経営学者からの批判とかにさらされてるわけですね、うん、まあ建設的な批判もたまにあれば、そうでない批判も結構多いんですが、うん、まあそういう中で、あれが悪かった、これが悪かった、そもそも日本はここはだめだ、うん、そういう話がしょっちゅうね。 あの書店で出回ってる本も結構書いてあるんですが、うん、そもそもどういう戦いだったかっていうところは、もちろん、こういう展開だったっていうのは説明上、ね、抜かせませんから、それ書いてあるんですけども、うん、もうちょっとマクロを見たとき、歴史上とかね、その世界の戦いの歴史で見たときに、この戦いはこ,こんなすごい戦いだったんだっていう視点はあんまり触れられてないことが多いですよ、よ、うん、特にマリアの海戦は何かというと、はい、まずこれですよね。うん、はい まあ事,実事実で言いますと、この世界史上最大の空母決戦だったとう、ねうん、そういう意味ではあれなんですね、サンゴ海海戦と、あれはまあがり世界史上最初の空母決戦、こっちは世界史上最大の、ね、うん、ジャパネットさん風に見ると、世界史上最もワイドなみたいな感じでね、そういう空母決戦だったと。はい なるほど。うん。どれほどワイドかというとですね、みたいな感じの話をちょっと今日ね、うん、やっていくわけですけれども。なるほどね。だからそのうん、うん、まあここんなことをマリアナ海溝の話を書く本の中でも触れてるのほとんどないわけですよ。うん、で、あの一番でかいとかね、一番薄いとかいうのはさ、その その時点で一番でかいなんていうのは世界各国はどんどん塗り替えてきたわけですけれどもこれはもうあの史上最大にしてかつまあ空前にして絶後つまりその後これ以上の空母決戦も起こってないわけですなるほどまあこの点をあれですよね強調したような,あのなんでしょうかその本だったり、はい、うんんなんか書物とかあんまり見たことないですよね、はい、そうだからさらっと書いてあるぐらいですよあの書いてあったとしても。でそそののなるほどな,なんていうのかなそれはね まあ、ついに日本海軍はアメリカの海軍に負けました、うん、けれども、うんまあ、悪いけど、アメリカ以外にはもう負けようがないぐらい、とんでもなくすごい海軍だったとっいうことを、まず抑えておかないとるんですそれはなんか、日本うちの国すごいやろっていう、あのなんかどっかの国みたいな身内褒めに終始するという話じゃなくて、うん、そのそれだけのまあリソースを持ってたと、うん、あるいはそれを運用できたと、うんうん、ねそういうことでまず持って、そういう事実認識から来る、うん、まあ先人たちの、ね、評価っていうのがまずないと。 なるほど困るわけですけれども、うん、でその最大というのは、まあ,あの空母の席数とか運用したそのねあのねあ飛行機の数という意味で、うん、空母の席数だけ見てみますと。はいえ 空母決戦というのはね日米戦争中、ここののまああのこれ数え方にもよるんですけれども、まああのこの6回あったと言われてるんですね、うん、まあ6回、で、えー、ちなみにじゃあ、世界史上では何回あったかというと、同じく6回です、うん、これしかこれだけしかなかったんです、うん、他の戦争で空母決戦なんてどこの国もできなかったんです、ね、まあ前回もいいか、ね、世界史上、これだけと。はい<ー>で、それがどっちも日本対アメリカだったわけです。 ソ連が超軍事大国とかやってます確かに、ね、アメリカとソ連でなんかこう空母決戦とかやったらちょっと地球破滅したかもしれませんけど地球とかアジアの一角は破滅したかもしれませんけれどもちょっと順番に軽く見ていきますとはい、はい、前回言った3号海海戦は、うん、まあ小型空母も含めてですが、うん、あ日本3隻アメリカ2隻 2>、うん、アメリカはこれだけしか持ってなかったかのというとそうではないんですけれども、うんうん、同リットル空襲とかで出かけてたそたエンタープライズホーネットが。うん まあ入れ替わりで戻っていたので、この時にヨークタウン、レキシントン、2隻だったわけですね。で、えー、その時にまあヨークタウン、あレキシントンが沈没して、ヨークタウンはもう方法の程で戻ってきたのを、ですね必死に3か月かかると言われた修理、うん、必死に3日で修理して、そういったエンタープライズ、ホーネットと組ませて、アメリカ側は次のミッドウェー海戦では3隻。うんはいで 日本側は、3回海戦に参加した瑞鶴昇格はあっさり、ちょっと休憩しておきみたいな感じでえあす、あっさりちょっと退けて、ミッドウェイ海戦はそれ以外の、赤城、加賀、飛龍、僧龍の4隻で挑ん,挑んだといいますか、楽勝と思って出撃した結果、最前線の空母戦で負けてしまったために、それ以外の部隊が全部無駄になっちゃったわけですね。 でミッドウェー海戦でひっくり返るんですが、うん、じゃあ、その後全部負け戦だったかというと、そうでもないと、うん、あのその後ガダルカナルをめぐるあの戦いの中にでで、ね、うん、また空母決戦が2回ほど。うんあの 生じるわけですね、うん、まあこれらの海戦もあのこれから取り上げていければと思ってますけれども、第二次ソロモン海戦、つまりソロモン海戦というのはドヤタルカナルの近くであった大規模な海戦がうん、うん、まあ第一次から第三次まで都合3回あった、うん、なるほどでそのうちのまあ第二次ソロモン海戦で、はい、あのこれも小型空母、龍城を含めて3隻です、ね、瑞、はい、格昇格、龍場なあの ちょっと西暦でいうと久能さんに怒られちゃうかもしれないですけど、はい、大丈夫ですか、はい、?1942 年の話ですか第1次ソロモン。えっと、だから三ン海海戦から南太平洋海戦までは1942年、えー、昭和17年でございますね。うん、ですよね。はい、で、私、ちょっと素朴な疑問を差し出さないですか。はい、えっとですね、うん、南太平洋海戦までが42年じゃないですか。はい。それで、まあ、たまたまこれは空母対空母で見てますけど、はい。えー、他のくくりをしても、あれですよね。 海の戦いでは大きなものがマリアナ沖まではあんまりないような気がするんですけどおっしゃです結構年表で見るとそれが不思議でだから42年の5月に三五回があったんですよね、ミッドウェーが42年の6月ですよね、それで大きなその次大きなもの、海戦というと大体ソロモン海戦もそこそこ大きかしそうですね、これが9月、で南太平洋海戦が10月。 でそ,その昭和17年10月という日本の艦隊決戦の中では最後の勝利と言われた南太平洋海戦から1年半以上はこの大海戦がなかった空いてますよね、はい、で、そこから疑問なんですけど、はい、その間、1年半何してたんですかというと、それは日本軍も必死にね例えばあの最前線の,あのニューギニア島とか、うんうん、ああいうところに必死にこう輸送作戦を行ってたんですが、それを向こう側に阻止されたりとか、でその間に昭和18年になると、 戦時中に作った、開戦直前に作った空母とかが徐々に完成し始めるんですね、アメリカ。そこで戦力はひっくり返るんです。昭和17年時点までは総合兵力では日本の方がやや優勢だったんですよ。他の戦艦とか巡洋艦も含めると。42年ですね。48年ぐらいに。48年は戦後ですね。昭和18年。43年ぐらいにひっくり返ってくると。 ひっくり返って、さらにもうちょっと経った時期の話が、今日のマリアナ沖海戦なんで、なるほど、なるほど。で、さっき何を言いたかったかというと、このミッドウェー海戦で4隻一遍に失った後も、生き残った隋格昇格に小型空母をちょっと引っつけながら、こういう戦力をなんとか繰り出して戦ってたわけですよ。で、その戦力で第2位ソロモン海戦は痛み分けだったんです、こっちは小型空母、流城が沈んで、向こうはエンタープライズを大破したという痛み分けだったんですが、南太平洋海戦ではこちらは、 沈没したものがなかったのに、うん、アメリカ側はあの、まあ、日本があの空母、ホーネットを撃沈するということをやったから、うん、一応勝利だと言われてる、うん、で、これが最後の勝利になった、でその最後の勝利から今回取り上げるマリ,ナマリアナ沖海戦まで1年半ほど空母決戦がない間に、うん、アメリカはその空母を普通に作ってますから、うん、例えば日本の島を攻め取るとかね、うん、そういう時に空母を繰り出して、そこから飛行機を飛ばして爆弾の雨を降らせたりしてから、うん、今、 うまいこと島をね、うん、占領するみたいな作戦に使ってるわけですけど、うん、それに対抗できる日本の空母勢力空母戦力はしばらくこう、うん、なかったわけですね。はい、1> で1年半ぶりに、うん、久しぶりやなみたいな感じでこう、うん、日本がいよいよ久しぶりに立ち上がった空母戦力としてこう、うん、繰り出したのがマリアナ海戦なんもう海戦だった。 この表で言うと南太平洋海戦まではあの空母部隊の最高指揮官があのな雲中一長官だったまああの名前ぐらい聞いたことあるかもしれませんねはいな雲さんっていうなんか肩こりの先生が最近ね本をたくさん出してますけどあれ一族なのかなまあいや肩こりあの入選外科の先生じゃないですかあー肩こりじゃないか健康について言うぞ肩、ごぼう茶とかでも珍しい名前ですね、な雲ってねあーそうですね西雲、北雲 東雲、東、ま、雲、あ、東雲、東さん、東雲さんぐらいは、だから、南もってなかなかね、えー、いないです、ね。えー 南雲も,もい,いのかないいけいないですけど、うん、でそれで南雲さんが、はい、その普通、ね、ミッドウェイ海戦でボロ負けしたらすぐクビになったり後退になったりするところを何としても仇討ちの機会をくれって言った時にまあ山本十六連合艦隊司令長官が、うん、まあそれでよそれもよかろうということで留任させたわけですね。まあこれは後世よく批判されるわけですけ、はい、だから、も能力主義とかに徹しきれなかったところがあるんですけれども、もでしかし一応ね南雲さんの弁護を引っ張ってあげれば、南雲さんは一応一矢報いたわけ、この南太平洋海戦でね、はいさ。日本海軍最後の をしたからんで、うん、それで、えー、その後ですね、あの、まあのまでも、もうこじゃあ、ここまでで一旦ええかということで、南、うん、雲忠一さんは変えられて、うんうん、その後出てきたのが、まあ後で思いますけど、小沢地三郎さんが出てくるわけですが、うん、だから南太平洋海戦までは南雲さん、ね、うん、で、えー、マリアナ海戦から後は、まあとは、うん、小沢地三郎さんという、ね、うん、その別れ目でもらそれそのしかし、小沢地三郎さんっていうね、あの空母とか航空機に明るいとされた方が出てきて、うんあの 就任してから1年半、ちょっと残念ながら空いいちゃっったたととうこもあわけです1年半空母部隊らしきものは持ってても、空母部隊を運用した戦いをやってないと、やっぱりそ,れその間にも、日本の島を占領するとかいうときにね、空母作戦をやってるアメリカ側といざ1年半たってから戦うとなるときに、そういうディスアドバンテージはねあったわけですね、最初から。なるほど、そこはあまり指摘されないところなんですけれども、結構重要なところです。うんうん 普遍すると、はい、一番最後の沿岸の岬沖海戦、これはちょっと例外かもしれませんけど、これはあのご存じ、冷帝沖海戦、冷帝沖海戦というのは、栗田艦隊の渋谷海戦とサマール沖海戦、西村部隊、島艦隊のすりオ海峡野戦と小沢艦隊の沿岸の岬沖海戦の4つの海戦の総称が。 有名な冷帝沖海戦なんですけど、それのうちの一つ、うん、沿岸の岬沖海戦は、うん、その空母部隊だったその小沢艦隊をおとりとして使ったので、うん、もうこれ、やられるために出ていったので、うん、これはこれをまあ空母決戦に含めるか含めないか、ちょっと微妙なんですが、うん、まあ一応、こっちは空母、まあ日本,艦日本海軍最後の機動部隊とも言われますので、うん、まあこっち4隻、向こう18隻、まあ全くかなわない兵力ですけれども、うんうん、一応、 空母対空母で戦った最後の戦いということで、うん、まあそれはもう一方的な開きがありますけどね。あっ、はい、0点、はいね、置き換え戦もあれですよね、いずれやりたいなっていう,ていうあそうですね、0点、ねはい、をやらなかったら、これはもうね、なんんか飛んできそうですよ、ね、あとあれですよね、よく考えたらミドウェもやってないんですよ、だからミドウェもいつかやるっていう。 で順番はあえて時系列じゃないようにしてるんですね、んんまあ時系列だとだ、順当に負けて、ひっくり返らされて、うん、負けていったくらいにしか見えてこないものもあるでしょうから、あえてちょっとね、あの高い違いにやって、うんうん、いろんな角度から、ね、皆さんと一緒に考えていければなという改良、ね、をしてるふりをしてます。わかりました <laughs>